ネメシスを打ち砕いてもあまりある力が蓄えられている。神が核の力を与えたもたのは決して自らを傷つけるためではない。この星の人々が力を合わせ眠れる力をネメシスに向けるなら滅亡は避けられ人類の未来は栄光に輝くであろう。あれは巨大爆撃機ブラックジャック。相手に浮き船を渡すくらいなら破壊してしまう方がいいとクレムリンが判断したのね。アメリカだけじゃないよね、いろいろな国の思惑が絡んで。声が聞こえない。神城、神は死んだ。でもその言霊は伝えられたはず。神城答えて。